優勝を果たした坂本ペアも。10回ものラリーを制して決勝をものにしたほか、遠藤早川ペアが挑んだ男子シングルス準決勝では70回、80回を超えるラリーが続いて、この大会準優勝に。ラリーを制する日本バドミントン界に注目です。はい、バドミントンの全英オープンですね。こちら見てください。テニスの、ね、大会みたいですが、第106回を数えます。つまりオリンピック世界選手権に次ぐ大会として、この全英オープン第1回が1899年です。バドミントン最古の世界大会でして、世界選手権が1977年ですから、相当歴史があるということがお分かりいただけると思います。で、今大会日本メダルラッシュということで、改めてご覧いただきましょう。女子シングルスは日本人39年ぶりとなる優勝、奥原選手。女子ダブルスも日本勢38年ぶりとなる優勝、高橋・松友ペアです。そして男子ダブルス、決勝で惜しくも敗れてしまいましたが、準優勝、早川・遠藤ペアということですね。でこの日本人の快挙ということがありますが、これ注目されたのがやっぱりラリーなんですね。バドミントンのラリー、そこで今日はこのラリーに注目していました。でラリーにとって大事なのがまずサーブなんですね。このサーブってバドミントン、このなんていうんですかね、ラケットは下向きで、シャトルはこの腰から下ですよね。で打ちます。強いサーブはこれはなかなか無理、いわゆるテニスというところのラケットをこう上からこう打ち下ろすということがないので、強いサーブが無理なんです。でも理由があるんです。バドミントン、サーブというとサービスって、ね、先ほどありましたサービスエースっていうのを使ってしまう、サービスっていうのは日本語で奉仕という意味があります。つまりバドミントンのサーブというのは本来の意味通り相手に奉仕するというものであって、決着はラリーで決めるというものがバドミントンというスポーツなんだそうですね。とは言いながら、あのラリー97回を数えるのはとにかく長いラリーですよね。間何を考えているのかというのを塩田玲子さんに聞いていました。塩田さん、誰がミスするのかというのを考えているんですね。つまり強く打とう、あそこを狙おうというよりも、それもちろん考えているんでしょうが、誰がミスするんだろうとか、自分はミスしたくないなと、そういうことを考えているんです。でこのラリー、やはり長いラリーを制するのが集中ラリーで負けてしまいますと、そのまま流れを持っていかれるということですから、ラリーで取られたら次絶対取ろうというふうに思うんですね。それぐらい大事なラリーで、とにかく続きました。今回97回ですが、どれくらい多いのがあるのか調べてみますと、2013年世界選手権男子シングルスでのラリーでおよそ2分間108回というそういったものもありました。2分間打ち続けるというラリーもありました。2分間で108回も打てることもすごいですよね。本当に手が痛くなりそうですね。2分間ってすごいですね。どれぐらいこのバドミントンにおいてラリーというのが大事ということが皆さん、これあのラリーのメンタルトレーニングってあって、出ちゃうんですよ、誰がミスするのと。でもそれをミスするのって思っちゃいけないだと思っちゃうので、ミスするのって思っちゃうよねっていうふうに流す練習消す練習じゃなくて流す練習。でも打つ方は相手がなるべくミスするような場所に意地悪して打とうとするわけですよね。そうですよね。だそれもなんかグッて頑張ったりすると自分の集中力途切れちゃうので、できるだけそのもうゾーンに入るっていう練習はします。すごい集中力必要ですよね。集中力だけじゃなくて、こんだけずっとラリーやってたら体力も相当ないと思ってきちゃいますよね。1ポイント取るのにそれだけ時間消費したら、何ていうの、試合も2時間以上やってたんですよね。ですかね。はい、苦労しなくても痩せられますよね。バドミントンやってればね。はい、でこのバドミントンもラリーも長いんですけど、やっぱりラリー長いというと卓球も皆さんどうでしょう、イメージありますか。やっぱり卓球においてもこのラリーってすごいということで、映像でご覧いただきましょうか。これは今月行われた世界選手権です。こちらでも息を呑むラリーの連続です。11回にも及ぶ激しいラリーの応酬。さらに日本のエース水谷選手も、すごいですね。
のでいますが、ちなみに皆さん卓球のラリーの最長記録ご存知でしょうか。これ実はですね、80年前の世界選手権でして、うん、1回のラリーになんと2時間12分、2時間12分の、たぶんおそらくカットマンのことやってますけどね、頭だって激しく動かない、動かないで、片っぽはカットして、片っぽはドライブ、片っぽは、カットマンドライブ、2時間でしょ、2時間12分です、1ポイント取るのに2時間12分と、さすがに最近そこまで見ないと思うんですが、これ1936年なんです。1936年の時で2時間12分、はい、で、これこんなことがありました。審判が首を痛めて途中交代、そうそうそう、ずっとこう観客も慣れたよね、で痛めてしまって変わったというぐらいありました。実際試合時間は7時間半ということになりました、はい、でもこういうことをやっぱりカットマン同士と長引くこともありますので、長引くのを防ぐためにこんなルールがあるんですね。促進ルールというのですね、はい、これ1セットが10分以上かかった、そういった場合に、はい、今から適用してもいいですかということも審判から言われるんだそうですね。どういうものかというと、レシーバーが13回返球を成功させたらポイントゲット、サーバーではなくそのサーブと反対側ですね、受ける側が13回返すとポイントもらえるという、うん、こういったルールもあります。今もこれ促進ルールって通用してますよね。あります。テニスもお願いします。寒さに飽きません、そろそろ、まあ、もうすぐ当たるんだけど、さあ月曜日、今夜の TBS は夜7時、私の何がいけないの？スペシャル、軽度認知障害と診断されたエリスは今